しないから安心しなさいよ。
うだい？今朝作ったもんだよ。あんたって甘いもん嫌い？そう、じゃあ買っていこうか。お嬢ちゃんなら心配せんでも大丈夫じゃろう。そうよね。ありがとうおばちゃん。子供扱いすんな。仲がいいわね。可愛らしいお嫁さんだよ。あんたは黙ってて。ったく、この亭主がダメでさ。男の人はみんなそうだよ。あんまり気を張ってると疲れるだけだって。おばちゃんも苦労してんだ。うちはもう私が仕切ってるからね。文句なんて言わせないよ。そうよね。いちいち男の言うことなんて聞いてられないわよ。若旦那も決まりなよ。これじゃあすぐ尻に敷かれるって。ありがとうね。ちょっとおまけしとくよ。ほんと？あんがとうおばちゃん。よかったらまたおいで。じゃあそろそろ時間だから行くわよ。覚えてないし。まあいいよ。これも見たいって。さっさと帰ってご飯の支度でもしますか。
出かけちゃったからね。まだなの？頼れる旦那様でよかったわ。なんでよ。私は普通のお嫁さんじゃないから。わかったわよ。ゆい、してるのよ。手伝ってあげるからきちんと頑張んなさい。何？いいの、私は頑張る必要なくなったから。ほら、頑張りなさい。後でお団子持ってきてあげるから、それまでは頑張んなさいよ。で、どこで詰まってるの？あ、ここはね。はい、お団子とお茶。まあね、日本茶もたまにはいいわよ。ね、肩凝ってない？なら揉んであげる。遠慮しないの。じゃない。これくらいで悲鳴あげない。気持ちいい？明日はちゃんと起きてよ。返事だけはいいんだから。言われてたんだ。
バカにしないでよ。寂しくなんてないんだから。こんにちは、エダくん。はや風だって？知れないでしょ。なんだかんだ言って甘いからね、エダ君は。ハヤにだけかもしれないけど。
枝くん、頑張ってね。ごめん、だって枝くんが綾のことを思ってくれてるってよくわかるから。これからの早には枝くんが必要なんだよ。もちろん私だって早の親友なんだから。もし手に負えなくなったら私に言ってね。手を貸すわ。それは構わんが。うん。ああ、何でも仕込みが忙しいとかで先に帰った。夕べのな。行くぞ。まあそういうわけでな。相談に乗るくらいなら構わんぞ。違うのか？最近何やら塞いでいるように見えたが、尾身川の話では年上の人とうまくやっているとのことだったが、うちへ来るか。ああ構わん。どうせヒイラギも忙しくてこちらに構ってる暇もないだろうからな。適当に座ってくれ。ちょっと待ってろ、今茶を入れる。何を言ってる、もてなしは大事な礼儀だ。男の入れた茶など飲めたものではないかもしれない。それで？そうだな、ここのところ忙しそうだった。それならば何も気にすることはないだろう。何を言う。こうして茶を飲みながら話せるのはお前が俺を友と認めておるからだろう。それはこれからもずっと変わらん。
それは悩みとは関係ないのだろう。これから？無論、ヒイラギと籍を入れて家庭を持つ。なるほど、迷ってるのか。そう悲観するものでもない。俺もそうだったからな。だがな、やはり男なら一度決めたことは成し遂げるべきだ。俺はヒイラギを守ると誓った。それは崇高なものなのだ。俺が思うに、お前は後には引けぬようだな。そうか、ならば何も言うことはない。褒めても何も出んぞ。まだ夕げには時間があるからな。相手を信じることも大切だぞ。そうか、もうお帰りなさるのですか。連れが病のようでな、長居はできぬだろう。そうですか、それはお大事になさってくださいね。あ、枝様。また何かございましたらお越しください。はい、それでは失礼いたします。おかえり。当然よ、明日からテストなのに寝ていられますか。あれ、元気ない。毎日顔つき合わせてるんだから、それくらい気づくわよ。元気の出るもん作ってあげる。じゃあちょっと待っててね。まだ起きてたの？